んこんにちは、ドラスコ代表藤岡です。今日もよろしくお願いします。ということで今回はですね、ドラムのレッスンとか、デモ演奏とかそういうのではなくて、初心者のためのハイハットスタンドの仕組み、まあ、組み立て方とかバラし方とかね、なかなかハイハットスタンドを普段ドラム叩いてもスタンド持ってないとかっていうのは結構あると思うんですよ。なので持ってないとなかなか調整もしないので、意外とバラし方知らなかったりっていう初心者の方がいたりちらほら僕の経験上あるので、ちょっとそこら辺をやってみたいと思います。ということで早速、ね、いくつかまあ並べてみました。で、まあ、見た通りこの3本足のものと、まあ、2本足のもの、ちょっとあとこれは3本足だけどちょっと特殊なんですよ。あのものをちょっと用意しました。で、まず一番下の方からいきます。まずここのネジを緩めると、こう、あ、失礼、ここを緩めて、緩めると回るんですよ。ここの足の部分が、これは2本足のものでも3本足のものでも回ります。でなぜかというと、例えばツーバスとかツインペダルやったりする人ね、まあちょっとここにペダル用意しました。こうやって置いたりすると邪魔じゃないですか、この足が。だから、まあ、この3本足のものも動くので、こういう風に回転させたりとかしてこうやってやったりするとセッティングしやすいよね。こう叩きやすいしという具合でするために、あの足が動くようになってるんです。3本足のものも2本足ものも、あの動かし方だったりしよう。でちょっとこのスタンド、ソナーのスタンドはちょっと僕のなんですけど、これちょっと変わってるからちょっと用意したんですけど、これ実は2本でも動くのと1本でも動くんです。だからこれで寄せることもできるんですね。ちょっとね、変わってて、調整がより細かいというかしやすいですね。ということで、はい、ではその次です。上のところに行きます。ここの部分、これはハイハットのこの踏み心地ですよね。このバネの力を調整するものなので、まあ、大体こっち回すと強くなって、こっち回すと弱くなります。ね、これはだから一番安いハイハットスタンドにはついてないとは思うんですけど、ほとんどのものにはついてます。これもそうですね。これはまあギア式。こういう、何段階かというふうになってるやつ。で、もう一個こっちも、ね、そのままこういう形でついてます。自分の踏み心地で、好きなところにしてみてください。はい、じゃあ、さらに上に行きます。ここの部分ですよね。これちょっとすごい微妙なんだけど、ここのネジっていうのは下のボトムのハイハットの角度が調整できるんですよ。ちょっとわかるかな、ほら、多分これわかると思うんですけど、こういうふうに調整できるんです。これもこれで結構音変わったりするので、まあ、あとはまあ、叩き心地も多少変わってくるので、こういうのもね、基本的には平らにしとけばいいと思います。で、ちょっと少しずついじってみて違いを試してみてください。じゃあその次に上の方に行きますね。このクラッチと言われてると思うんですけど、これちょっと外しますね。でこっからちょっとバラしていきます。外すとこういう風になってます。ネジ、フェルトですね、よく見ると。で上もフェルトネジで、ここのネジは締め付け具合、このハイハットの締め付け具合を調整するネジです。できつく締めればミュートがかかった感じになるし、緩めればミュートが薄れるというか広がりになる音になります。で、じゃあちょっと外していきたいと思いますね。このようになります。各メーカーもだいたいこれ一緒なので、構造的には。ね、ネジ、フェルト、あとこっち側もフェルトとネジっていう形になります。じゃあちょっとこれを置いておいて、で、バラしていきますね。外します。そして、ここのネジを、と、こうなります。で、開けてみないと分かんないですけど、ここも実はネジなんですよ。このネジで、このロッドと言われているものがついてるんですけど、これ意外に、ちゃんと見ておかないとこういう中途半端な状態になって
ガクガクしてるとかって結構あったりするので、これは気をつけましょう。しっかりここまで入れてみてください。外します。でまあこれはこういう風な感じで入れておきます。ちょっと置きますね。で足を畳んで、でこれもまあ大体一緒なんですけど、どのメーカー、ここをキュッとキュッと外れます。でこういう状態が一番コンパクトな形かな、これが、うん、ね、で一度ごめんなさい、ね、こっちのでこれを閉めたらここに刺しておくとなくさないと。なのでこういうふうに2つに分けて僕は運ぶことをおすすめします、ね、外さないと足畳んだだけだとここら辺とかに負荷がかかったりとか積み方にも入れますけど、曲がっちゃったりするとちゃんとハイハットとして機能しなくなってしまうので、めんどくさくても僕は2つにばらすことをおすすめします。じゃあ組み立てていきますね。なので反対の手順ですよね。そして足を置きます。ネジはしっかり締めましょう。で、します。で、下のハイハット、ボトムのハイハットを。あと先ほども言いましたけど、フェルト。で、下のネジはここのネジは。ちゃんとしっかり締めます、ね、演奏中に緩んできちゃったりするので、でこちら側で締め付け具合を調整してっていうことですね。そういう風になります。これ完成です。でということで、ね、さっきも言いましたけど各メーカーだいたいもうほとんど一緒です。機能も作りも調整の仕方も。なので、よかったら参考にしてもらえればと思います。以上でハイハットスタンドの仕組みでした。それではまた。バイバイ。